言ってるよ、いかんでって、うん、そこで偉そうにしてる意味がわからん。頑張らせたのは俺って言ってるんだから。お前もう一回戻れ、お前もう一回戻れ、一回座って、戻れっつってんだよ、戻れっつってんだよ。先生、俺に金使う女なんて腐るほどいるから、舐めすぎ。お客様とのトラブルで一度はお祝いモードが壊れてしまった店内だったが、お疲れ、活気が戻り始める。この男を覗いて、さあ飛ばれた、さあ飛ばれ、さあ飛ばれて、ちょぶっちゃけ言っていい、食べてほしい。お祝いに来てくれていたお客様に直前でのタワーをしてくれないか聞き出すことは、できないと分かると席を立ってしまった。ちょっと短気なんで、自分全然年下でまだまだガキなんですけど、そんな自分から見てもたまにあれ本当に年上かなって思う瞬間もあったりしますね。少しずつ焦りを見せるココア、ついに焦燥感から来店したばかりのお客様にまでシャンパンタワーを頼み始める。いや、ちゃうよな、あ、飛ばれちって、飛ばした、飛ばした、うわ、まあ、やばいやばいやばいけど飛ばれちったから、まあちょっといつもの俺のノリ的な感じでやっちゃってほしい、やっちゃってほしいか、やっちゃってほしい、今日か、今日だよね、もう俺もすげえテンパってる、むちゃくちゃテンパってる、いや本当に、いや、まじまじほんまいや、ぐらいリアルに結構ガチでやばい、本当に、いやだって俺後輩にガイアに合わせてお兄じゃん、マジで、いやほんとほんと頼む、そこら辺もさ、お前もさ、俺いつも話してるから知ってんじゃん、どういう関係性とかも知ってんじゃん、野球なの知ってるって、頼むマジで、いやほんまにもうさっきのチャラついた感じはもう謝る、もうここからリアルにマジでほんとにやばい、もう無理か、無理か、何プロデューサーになる実力があるにもかかわらず、一時の感情で取ってしまった数刻前の自分の行動に悔いる。ガイアは念願だった兄弟子との合同イベントが不発に終わるかもしれないことに失望していた。すいません、ちょっといいですか、ちょっとガイアと話したいんで二人きりにさせてもらっていいですか、すいません、さっきごめんな、いや俺も結構頭冷やしてすげえ興奮してたから、ごめんな、申し訳ない、お前が言う通りプロデューサーとしては失格だったけど、その後も何とかお客様を探す。良くも悪くも癖のある、結構キャラクターの強いホストなのかなっていう印象ありますよ。深く関わってみれば分かると思うんですけど、彼やっぱ不器用で何をやってもこう下手くそっていう部分があるんですけど、とにかく一生懸命なので、その姿にうまくいかないところを支えてあげたいとか応援したいっていう気持ちはうまくこう生まれやすい人ではあるのかなっていうのを思います。そしてついにシャンパンタワーをしてくれるお客様が見つかる。状況を説明したところ駆けつけてくれたのだ。ココアとガイアの元気が戻り、いつも通りのアルファベットに。2人を祝うため他のスタッフからもお祝いのシャンパンが入る。
はい、一緒にレーンを売れっ子にしましょう。よいしょ、ありがとうございます。就任祭と職務おめでとうございます。よいしょよいしょ、姫様マジシャンパンありがとう。よいしょ、そして本日のメインシャンパンタワーのスタート。マーカーゼン、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 今日は本当にいい日になったし、多分きっとこういう合同昇格祭とかって正直一生に一度あるかないか分かんないんで、僕もすごい貴重な体験ができました。ありがとうございます。今日本当にありがとう。よいしょ、お願いします。よいしょ、はい、ありがとう。まずは姫、本当にありがとう。あと本当にありがとう。うちの姫ちゃんも二つ返事でやってくれて本当にありがとう。本当に多分ね、今日が本当に人生、今まで細人生8年やってきた中で一番最高のイベントだったなって確信して言えるイベントだし、うん、こうやってガイアと一緒にできてるのもまた一個ね、もういつね、ガイアのおかげで俺が一個細人生の中で夢叶えられたよって、一人一人の今日来てくれたお姫様もそうだし、本当に頭上がらないです。頭上がらないし、僕の誇りです。お姫様、鈴木のシャンパン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 。この日のナンバーワンは城崎ガイアに輝いた。お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、イベント終わりましたね。いやー、もう本当にご迷惑をおかけしてすみませんでした。何かこうイベント終わって思うことありますか？まあでも正直やっぱり気づかされることは多くて、まあ今日は僕の後輩であるガイアからもすごい学ばせていただいたし、あのお客様からも今日僕らの昇格祭、就任祭でこう来ていただいたお客様からにもすごい勉強っていうよりも気づかされたことがすごく多くて、正直僕も天狗になってたなって正直思わされる部分がすごく多かったなっていう。やっぱりホストできてるのはやっぱり姫様たちのおかげだなと。なんで、まあ、言い訳かもしれないんですけど、まあ、この立場にさせていただいて怒られることも少なくなってきて、たるんでる部分が正直あったなっていうのはすごい実感できて、なんでまだまだ上になっても毎日勉強だなって改めて気づかされました。そんなイベントでした。後ほど退店されたお客様には心からの謝罪をし仲直りされたそうです。合同イベントは無事大成功を収めた。